はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、土地区画整理法のもう一番基本的な部分ですね、施工者についてお伝えします。どういった施工者がいるのか、土地区画整理事業を行うにあたって、どんな人が中心になって、施工を行っているのか、工事を行っていくのか、事業を行っていくのか、っていうお話をさせていただきます。で、これ、すごく基本的なところなんですけども、これがちゃんと分かっていないと、問題を解いたりとか勉強する上で何を言ってるのか分かんなくなってくるんですね。なぜかというと、施工者によって区画整理事業を行っていく手続き、流れとかが若干違ったりするんですね。だから勉強を進めるにあたって、これは組合についての手続きを言ってるんだなとか、これは個人施工の場合の手続きを言ってるんだなみたいな感じで、全体を俯瞰しながら細かい部分を勉強するっていうことをやっていく必要があるんですね。なので、まずは全体をちゃんと理解する上で、ここに施工できる人、施工者の一覧を書きました。で、その前に土地区画整理事業がどんな事業なのかっていうのを簡単に言うと、開発をしていない昔の土地っていうのかな、昔ながら、ずっと昔からある土地っていうのは、道が狭かったりとか、また土地が正方形とか、長方形とかじゃなくて形が崩れている、そういった土地があったりするんですね。こういった道がね、狭い道があって、こんな形になっていたりとか、こんな形になっていたりとか、こんな形になっていたりとか、ちょっとね、土地を使いにくいと、そういった場合があるんですよ。こういった土地をちゃんと整形しようと、こういうふうに、そしたら使いやすいじゃないですか。こうすると、道ももね、もっと広くして、このように長方形っていうのかな、に形にしたらすごく土地使いやすいですよね。なんで土地を区画整理する事業っていう話なんです。これは昔ながらの土地ですね。使いにくい土地が。だからこれを区画整理しようということで、こういった土地にしていきましょう。そのためにこれ工事を行わないといけないですよね。その工事に関する手続きを定めたのが土地区画整理法なんですね。で、施工者っていうのは大きく分けて、民間と公的機関、二つに分かれるんですね。民間施工と公的施工って分けるんですね。施工っていうのは、その事業を行う中心となる、人っていうのかな。法人だったりとか、あと団体だったりとか。そういったイメージです。で、まず、民間施工っていうのは、民間の人たちが行う話なんですけども、三つあります。個人施工。つまり、個人で土地区画整理事業を行っていく。組合、土地区画整理組合って言うんですけども、組合、数人の人たちが集まって、で、組合を作って、この土地区画整理組合が、土地区画整理事業、工事を行っていくっていう話ですね。で、土地区画整理会社。これは土地区画整理、これを専門に行う会社があって、その会社がですね、行っていく。事業の中心となって行っていくっていう話ですね。で、公的施工。公的施工っていうのは、公的機関が中心となって行っていく、土地区画整理事業です。地方公共団体とか、国土交通大臣、および機構ですね。機構っていうのは、都市再生機構とか、住宅供給公社とか。で、よく CM とかで UR ってありますよね。UR についてもこれに当たってきます。ここですね。ここに入ってきます。で、今回重要な部分で言うと、民間施工の話なんです。民間で施工を行っていく場合、どんな要件があるのか、ルールがあるのかってところなんです。勝手に、土地区画整理事業を行うってことはできないですね。重要なまず一つ目のポイントっていうのは、知事の認可を受けないといけないって話なんです。土地区画整理事業、こういった工事を行っていくにあたって、知事の認可が必要なんですね。で、もう少し細かく言うと、個人施工の場合は一人で行ってもいいです。一人で事業計画を立てて、知事の認可をもらうということですね。で、数人が集まっても OK。数人が、みんながね、じゃあ区画整理事業やろうって決めて、で、知事の認可をもらって、土地区画整理事業を行う。これ OK です。で、二つ目の組合については、まず一つ目の要件として、土地の所有者、または借地権者、7名以上が共同して組合を作んないといけないって話なんですね。つまり組合の構成員っていうのは絶対7名以上いるって話なんです。で、その7名以上の中で3分の2以上の同意が必要なんですね。で、この3分の2って実はこれちょっと細かい話になるんですけども、まず人数について
3分の2以上必要です。つまり、9人いたと仮定したら、6人以上ってことですね。6人以上の同意が必要。で、さらに、土地の面積についても3分の2以上の同意が必要なんですね。つまり、この宅地の面積、まあ、全員こう7名以上いて、その全員の面積を足して、例えば、まあ、300平米あったと仮定したら、その中の200平米分について持っている人たちの同意が必要なんですね。200平米以上の、所有者、借地権者の同意が必要だということで、人数と地籍、土地の面積、どちらも3分の2以上の同意が必要なんだっていう話です。この3分の2とあと7人。この数字はちゃんと頭に入れておきましょう。で、続いて、土地区画整理会社。土地区画整理会社についても組合ともよく似ています。何が違うかっていうと、組合っていうのは、その土地の所有者とか借地権者が構成員となって組合を作るんですね。だからその組合の構成員はこの人たちなんです。で、一方で区画整理会社っていうのは会社が行っていくんですね。つまり、この所有者とか借地権者、もちろん工事を行うわけだから、土地の所有者、借地権者いるけれども、この人たちっていうのは、その事業に関係はしてくるんですけども、手続きなんかは一切行わないって話なんです。もうあくまでもこの区画整理会社、もう会社がもう全部担っていくんですよ。事業をやってくれるんで。まあすごく楽なんですよね。区画整理組合にすると自分たち構成員だから自分たちで行っていかないといけないから、まあ負担が大きいって話ですね。こっちの区画整理会社の場合はもう会社が行っていくわけなんで負担が少ないと。まあいったイメージです。で、まあこれについてもですね、その宅地の所有者とか借地権者の3分の2以上の同意が必要です。だからこれは一緒ですね。人数について3分の2以上の同意が必要。かつ、土地の面積についても3分の2以上の同意が必要。ってことですね。で、こういった同意をもらった上で知事の認可をもらうって話なんです。これ全て知事の認可必要ですからね。民間施工の場合は、全て知事の認可が必要なんで。この点もちゃんと頭に入れておきましょう。なんで重要なポイントで言うと、まあ、個人については一人でも数人でも行えますよと。まあ、やりたい人たちが集まって、で、知事の認可をもらってやるって話です。で、組合については、7人以上が共同して、この組合を作って、で、かつ、人数及び土地の面積、2つともについて3分の2以上の同意が必要ですね。すいません、これ以上の上が抜けてますね。上ですね。以上の同意が必要。で、区画整理会社についても3分の2以上の同意が必要。これは一緒です。ということですね。で、公的施工については、地方公共団体とか国土交通大臣、あとは都市再生機構とか住宅供給公社も施工できるんだ。ぐらい頭に入っておけば、この辺は全然問題ございません。まずは基本的な部分を頭に入れた上で、細かい部分を勉強していただければと思います。で、この動画については無料なんで、細かい部分まで。お伝えしていないんですけども、さらに細かい部分まで理解したいという方は、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。宅建試験の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。